板倉勝金は、江戸時代の中期の旗本、熊本藩主、細川舟高を殺害したことで知られる。旗本、板倉重浮きの次男として生まれる。幼名は安之助。兄、板倉正流級の養子となり、延長三年十二月二十五日に、兄の医療六千国を相続。延長四年三月十九日、将軍。 徳川家茂に拝謁した。左が細川家の供養正門、右が板倉家の供養派門同年8月15日、江戸城大広間秋の川屋付近において月齢廃画で出資した熊本藩主、細川宗隆に背後から脇差しで切りつけ、殺害した。伝えるところによると、勝金は日頃から教室の傾向があり、家を治めていける状態ではなかったため、 板倉本家当主の板倉勝ラカは、勝金を知死させて、自分の諸子にその後目を継がせようとしていたという。それを耳にした勝金は恨みに思い、勝ツを襲撃しようとしたが、板倉家の供養派門と細川家の供養正門が極めて似ていたため、背中の家門を見間違えて、細川胸高に切りつけてしまったとされる。一方で、 人違いではなく、勝金は最初から宗ネを殺すつもりであったとする説も存在する。大谷厚志道の厚志道倉庫によれば、白金台町にあった勝金の屋敷は、熊本藩、下屋敷北側の崖下に位置し、大雨が降るたびに、下屋敷から汚水が勝金の屋敷へと流れ落ちて、きたので、勝金は、細川家に排水口を設置してくれるように、懇願したが、 無視されたため犯行に及んだという。事件後、勝金は、水野ただし、宅に預けられ、同月23日に、同所で切腹させられた。ありがとうございます。